全国有数のみかんの産地、八幡浜市で主力の早生温州みかんの初荷が昨日、東京などの市場に向け出発しました。酸抜けよく甘く食味よしに仕上がりました。八幡浜市の JA 西宇和で昨日、主力の早生温州みかんの出発式が行われ、関係者がテープカットをして今年の初出荷を祝いました。JA によりますと、今シーズンの早生温州みかんは先月気温が高かったため着色が遅れ、大玉傾向ではあるものの、例年通り糖と酸のバランスの取れた美味しいみかんに仕上がっているということです。温州みかんの今シーズンの出荷量は裏年傾向に加え、夏場の暑さやカメムシの被害で去年より3000トンほど少ないおよそ2万5000トンを見込んでいて、ここ10年で最も少なくなる見通しです。ただ売上は7年連続となる100億円突破を目標にしているということです。出荷されたおよそ35トンの早生温州みかんは明日東京の大田市場などで初競りにかけられます。